フです。お願いします。ありがとうございます。大きな拍手ありがとうございます。はい、最近僕ですね、はい、思ったんですけど、学生時代に歌った合唱曲って懐かしいなって思うんですよね。まあ、確かに合唱曲懐かしいですね。あれ懐かしいでしょ。それはこういう曲なかった。何よ。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ、ね、翼をくださいね。これとか、うん、母なる懐かしいの第一三章心に、結構全力で歌うんだなとか、うん、光の子なんだっけこれ、聞いたことあるんだけどなとか、お父さんお父さん急に怖、魔王が今魔王なとか、うん、海よ海よ海よ、素直な気持ち気づかせてくれるとか、めぐりめぐる風、お前詳しいなおい、合唱曲めちゃめちゃ詳しいなとか、続けとか、てなく続く、お前何曲合唱曲知ってんだよおいとか、ポンポン出る、普通合唱曲って普通ポンポン出る、いや杉前に出るもんかね合唱曲って、おいとか、やめろって、今別れの時、旅立ちの日に飛び立とう、やっと聞きなじみになる時来た、信じて弾む弾む若い若い人、上手あと歌うかよおい、肩を貸せよ、疲れてんじゃねえかよとか、真っ赤な太陽、何しろリズミカルな合唱曲、これだけテイスト近くない、ちょ待て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 、この曲のタイトル教えてよ。あ、この曲のタイトルは怪獣のバラードです。めちゃめちゃ可愛いなおい、怪獣のバラードとか、もういいとかで勝手に進行しないで。でもたくさん懐かしい曲聴けて感動したでしょ。イライラしたよ、もういいよ、どうもありがとうございました。